プネーメント、タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー186センチ102キロ藤原義明。さあ藤原組長、このダブルメインに出場です。鈴木みのる、そして今日も風になるか鈴木みのる。赤コーナーザ・グレートカップウィズファミリー、グレートユータ。ファミリーとしてコールされました、グレートユータ。186センチ100キロ、村上和成。そして出陣、村上和成。異色のタッグ結成となりました、村上和成とザ・グレート・ユータ。これはお腹に何かが入っているよという鈴木みのるですけれどもね、まあユータのあのお腹を見たらね、はい、フレームをつけたくなる気持ちも分かりますね。そうですね、はい、しかし村上とユータという顔合わせどうですか、はい、これがねチームとして機能するのかどうかね、はい、ちょっと不安はありますよね。そうですね。そして青コーナーはこの指定コンビ藤原鈴木組、ザ・グレート歌舞伎のファミリーとしてですね、はい、出陣になっています。グレート裕太、そして鈴木みのるとのマッチアップがまずこの戦いの幕開けということになります。顔面に熊取りを施しているグレート裕太、早くしろ、ほら出る。巨体を揺するようにして今、膝をつきました。そして何やらポーズ、鈴木の方もこれに応えますね、はい、いやさらに仕掛けていきます。徐々に距離が近くなってきた、蹴りを加える。やっぱり鈴木の方からいきましたね、はい、ただ互いにねあまり得意としてないパフォーマンスだと思うんですよね今のはね。しかし本当にこのところですね、鈴木みのるというレスラーの懐の、はい、いろんなスタイルをね見せてくれますよね、深さといいますか引き出しの多さといいますか、はい、さまざまなものを見せてくれます。まあパンクラス所属ということですけどね、ほとんどもうフリー選手のように、はい、いろんな団体に上がってますからね、さまざまな技を持ち合わせています。そしてこうして心理戦を仕掛けるのも得意、バックエルボーでユータ。あ、ちょっと足に来たか鈴木です。上空に飛ばそうとしますが逆に鈴木の方がいった、前方回転、意外に速い動きからこれです。あ、これは今タッチなんですかね、あれはね。タッチでしょうね、はい、2人何のタッチというふうになるかもしれません、はい、まあ、素直に師匠として崇めてるわけではないでしょうね、はい、実のことですからね。そうですね、いや4月大会に続いてのタッグ結成になります。その時は村上佐々木組と対戦があったわけです。鈴木藤原組、藤原組長がグレートユタと接触、ヘッドロックの体勢になっています。この2人の組み合わせというのも楽しみですね、はい、さあどんな化学反応が起こるのか、脇固めから入った組長です。前方回転、このユタの太い体にね組長のサブミッションがねどのように決まっていくのかね、はい、捉えられるのかね。今一発目の方はうまく捉えることはできなかったようですね、はいはい、そして上にのしかかっていますが、この体重で上に乗られるだけで相当辛いでしょうね、はい、さらに体勢を入れ替える、腕を絞り上げていきます藤原、自らの体重を使っていきます。そして、あ、踏みつけていきますね。ユタが距離を取りました。あ、自ら手を伸ばしていく、手をその体勢に持ち込まんとしますけれども、ユタ選手もなんか普段のね素顔の時とは違ったこうスタイルというのを目指してるんですかね。はい、そのようですね、ちょっと違う攻め方見せますよね、パフォーマンスにしろね。いつもはそうですね、
もっと肉弾ファイト、はい、直線的なファイトはあるんですけれども、ここで村上和成リングインです。ビッグマウスラウドを背負う一人として負けるわけにはいきません。村上、声援も数多く飛んでいます。さあ藤原と村上のマッチアップ、鋭い左のミドルキック、これはやっぱりコーナーの鈴木も相当気にしているようですね、はい、やっぱり村上君のキックパンチはね、はい、やっぱりあの格闘技仕込みですからね、無駄のない動きですからね、はい、ビッグマウスラウド代表取締役社長です。グラウンドの攻防、2人のじっくりとしたグラウンド、ただグラウンドを組み上に仕掛けるのはね、はい、なかなか勇気のいることだと思いますね、あ今も見てください、足首ですね、はい、決めかかっていました、はい、まあ、村上君としてはスタンドの打撃で行った方がいいんじゃないでしょうかね、はい、得意なフィールドへ、はい、持ち込んだ方がいいかもしれない、蹴りを一撃、何もなかったかのように立ち上がります。藤原、いや危ない、体これも組長らしいですね。そうですね、はい、あのもうしっかり返していかないと気が済まないでしょうね、はい、そうですよ。そしてかつての弟子ということもありまして、おっともう一発行くか行かないか、リング下へエスケープという形になりました藤原です。再び鈴木みのるがリングインになっています。鋭い鋭い視線の2人、この2人の戦い、やっぱり激しいものを期待しますね、はい、このどっちが前を取るかですよね、自分のね、はい、距離ですね、はい、蹴り合いになっています。そして外すようないなすような感じから鈴木が入ってくる。レスリングのバックグラウンドがある、いやこの辺りは鈴木ですね、はい、後方に回る村上も対応してみせる、速い速い、互角の体勢、下から引き込んでいくのか、これを返して馬乗りになります。この体勢は村上、さらに鈴木、いわゆるマウントの体勢を取りましたけれども返していきました。今の攻防はね、両方ともスピードがあって見どころありましたね、はい、しかもその展開がつながりがありましたよね、はい、あの腕一本こうひねることでね、体を入れ替えたりしてましたね、はい、あそして青コーナーでは藤原組長ちょっとタッチを拒んでるんですかね、あのタッチはもう受けるわけにはいかないでしょうから、うん、和田レフェリーの方も藤原鈴木両雄に言葉をかけました。赤コーナーの方がタッチしています。青コーナーのタッチはありませんね、これは、はい、さあグレートユータに対してロープを使って、あ今いった、今いった、これがタッチなんですかね、どうなんでしょうね今敵軍のコーナーへ突っ込んでいったのかと思いましたよ、はい、あそして握手と見せかけてもう一撃、はい、この鈴木みのるというレスラー本当にこう人を食ったと言いますかね、はい、いやユニークな面もあるんですけれども、どこからどこまでが本気か、あ来い来いと呼び込んでますね、はい、ちょっとタイミングをしましたかね、そのようですね、はい、ちょっと打ち込む、あ打ち合いになりましたが、あフラフラした感じになりました。そこに鈴木はいないぞいないぞ、何か青コーナーの2人も、はい、今のは組長の作戦だったんですね、そうですか、それもあのパートナーに対する作戦なんですか、はい、青コーナーの2人も戦っているように見えてきました、はい、これは押し込んでヘッドバット、ヘッドバットはどうでしょうね、組長に対してね、硬い硬いと思っています、はい、やっぱりこれだ、一本足ゴーツンという音、しかしユタも
倒れません。今倒しました。そしてカバーに入りますが、カウントは一つ。いや、何か不思議な空間が出来上がりつつありますよね。ミノルのヤジはきついですね。今は鈴木の声でしたが、はい、終わりかよというような声を飛ばしています鈴木。そして鈴木が近寄っていくが、尻を落とす。足を伸ばしてきます。足を取っているのが今はグレイとユタの方。ここから回転させていくのか、足関節にいくのか。絞り上げます。リング中央、ロープはだいぶ遠い位置にありますが、あ、ワダレフィリーが、これはやっぱり鈴木の方ですね。はい、試合時間は10分経過。切り返していく。ちょっとユダ時間かけすぎましたよね。はい、次の攻撃にはいけませんでした。それを見落としません、藤原組長。そしてあ、ロープに手は届いているんですね。これはただミノルが踏みつけてますよね。はい、あ、ワダレフィリーが激高しています。あの、ワダレフィリーと鈴木のやり取りというのにも目はいきますよね。はい、ここからアキレス腱のあたり、足首も痛めつけているのか藤原。どうする、膝のあたりか、グレートユータ。いや違う、藤原の方がアキレス腱固めです。ロープブレイクはなされていますが、鈴木力入れんなって言うんだよ、ブレイク。力を入れるなと、はい、ブレイクしようと、はい、ブレイクなんですけどね、なかなか素直に応じませんからね。しかし、あの足関節に入ったその図ですね、はい、絵になりますね、やっぱり。はい、アータッチはどうだ、通常のタッチか。ああ、ここでようやく、はい、通常のタッチがなされました。2人で攻めるんですね。いきますね、はい、スープラトン反動と力を込める。そしてこれスタンドでアキレス腱固めになっていますね。はい、指定コンビらしくなってきましたね。そうですね、はい、ようやくこの動きが見られました。そしてさらに藤原踏みつけていったところ、今度は鈴木とユタです。投げを、いや、なかなかいけませんね、これは。まあ、ユタを投げ、素直に投げるのは大変ですね、これね。はい、腰の重さがありますが、ヘッドバット、これで成功。連携プレー冴えてますね。2人で行きました、はい、あの、徐々に冴えてきましたよね、はい、あ、これは噛みついてますね。あ、そのようですね。最初に口の中に指を突っ込んだのは鈴木だったんですけれども、はい、噛みつき攻撃。あ、ちょっとファミリーのお父さんの方に似てきたんじゃないですかね、攻撃が。はい、ここからエルボーを後頭部へ。もう一発さらにいくか。いや、チョップ蹴りで返していく。お、飛び膝、もう一発。いや、左右で見せてきます鈴木ミノル。そして注目のタッチワークですが、ヘッドバット。今藤原の頭に、いや、なんか すごい音してますよね。そうですね、はい、ボコンボコンという音。いや、何発打ち込みましたか今。もうハンダースぐらい行ってますよね。そうですね。あ、そして踏みつけ踏みつけ。これは赤コーナーの村上を挑発しているですね。はい、見ていますよね今、はい、赤コーナーの方を。そして抑えて抑えてと指示を出しています。藤原の方に指示を出している鈴木。赤コーナーへ
村上はそれを察知していました。そうだな何か本当に戦いを楽しんでいますね。はい、もうあの憎たらしい顔でね、肉肉しげなコメント吐きますよね。あの時に楽しませてくれるとも思うんですけれども、あの取材をなさっているんですね。こちらと伝える方としては痛快なんですけどね、言われた当事者はかなわないでしょうね。そうでしょうね、はい、いやヘッドバット、ヘッドバット耐え切りましたか、どうだ、これは耐えられない。もんどり打って倒れましたユタ。そして藤原の額も真っ赤になっています。タッチを拒否した鈴木。もち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 、よりより自らのヘッドバットでですね、はい、額が割れますからね、ええ、ただこれはあの吉井のペイントかもしれません、ちょっとね。はい、はい、吉江の熊取りが剥がれて、それが額のあたりについている、そうかもしれません。タッチしました。ここもおほぼ三角締めのような形になっていますね。はい、外しました。試合は15分経過。スリーパーホールド、これが得意だ。ここから逆落としという一撃必殺のパターンもあります。ただ吉江を投げるのはね、難しかったようですね、はい、吉江が一人で戦っている時間が長くなっています。ぶちかまし、これはそろそろタッチがあるでしょう。異色のコンビが今タッチしました。村上裕太対鈴木藤原、胸板への蹴り、村上たまりにたまった鬱憤、そして踏みつけ。柴田さん、これどこですか目のあたり、顔面というか脳天というかね、はい、脳天ですか、はい、これには藤原が出てくる。耳のあたりへのパンチ、尻餅もつきます。いや当たりがすごいですね、はい、あのパンチも。オープンフィンガーグローブ着用のパンチから蹴りを見せています。膝蹴り、二人を相手にするような形は村上。そしてユタの方はスタミナを回復しているかどうか、まだ立ちにはいきません。やっぱりこの鈴木のようなファイターをですね、村上ももう憎らしくて仕方ないでしょうからね、はい、もうあの肉肉にしげな表情ではね負けてませんからね、はい、さらにその上をいかんとする狂気持ち合わせています。ユタがいったいった、血圧をぶちかましていきます。さすがのミノルもちょっと今ね唖然とした表情しましたね。そうですね、はい、これはたまらんといったところか。もう一発、いや一瞬白目を見たようにもなりました、はい、もう崩れ落ちましたね、はい、さらに村上が足を出す。ユタがもう一撃、いくかいくかいくか、160キロ。いや、推定ですけれども、はい、もう日に日に成長してますから、はい、はい、尻爆弾を落としていきました。このウェイトはたまりません、鈴木。さあ、さらにどうする？ここから重量感満点の逆水平になっています。今度は鈴木が、ああ蹴りにはいきません。今吉江と声を出していましたね。まあペイントは剥がれてますので、ね、吉江でもいいかもしれませんね。はい、そうですね。あ、そして藤原と鈴木、重い重いユタを前方へなぎ倒してダブル、腕を痛めつける脇固め。村上がこれを蹴散らしてきます。ビッグマウスイリュージョン5、
まあ、あのダブルメインイベントの戦い、はい、藤原とミノルのね、合体プレーというかツープラートもちょっとぎこちなさがありますからね、はい、なかなかズバリと決まりませんよね今も崩れるような体勢からですね、はい、脇固めに入っていきました。しかしその分ディフェンスは取りづらかったかもしれません。あ、お尻のあたりにチョップ、股間ですか今、まあ、股間まで届いてないとは思いますが、届かないんですよね、はい、一本足ずつき、さあそろそろ決めてやるぜとばかりに組長流れるように足関節、村上のカットを阻止します鈴木。これはちょっとロープが遠いですか。はい、ポジション的には厳しいですね。藤原義明がアキレス腱固め、殿下の宝刀をここでリング中央で抜いてきました。先ほどはロープに近かったんですけれども、これはニアロープの体勢ではありません。今カットに出てきた村上、やっぱり大きな大きな相手には足元かなと、はい、セオリーを忘れません。はい、部長なんかやっぱり額見るとやっぱりあれですかね、傷跡見ると流血したんですねこれね。割れてますかね、はいはい、しかしそれでもまだいきますよ、はい、いやすごい執念です。もう一発鼻っ柱に打ってから足を払う、さらにアキレス腱固め、この技に執着します。ユタもね、師匠、親父譲りの旅履いてやってますよね。そうですね、この長いパンタロンスタイルですか、はい、これもそうですね、はい、さあユタを立ち上がらせて、あバックブローのような裏剣ですね。そうなりましたね、手の甲を当てていってタックルへ、タッチがなされています。村上から藤原への攻撃はワンツーのパンチ、そしてなんだ、あこれは今ヘッドバットに来ましたか。そうです、頭から突っ込んできました、タックルね。そして得意の払い腰、柔道をバックボーンに持つ、ロープに飛んでの蹴り、さらにどうだ、もう一発、柔道殺法を見舞っていく村上和成です。あーロープを使ったところ、鈴木がいた、スリーパーホールド、それをほどいて羽交い締めにしています。ユタ同士打ち、しかしミノルは師匠呼び捨てですね。そうですね、はい、あっとリング下から歌舞伎、柴田さん今毒斬りですね、毒斬り、組長浴びちゃいましたよ正面から、まともにそれを食らいました、たまりません。ここに来て手を出してきましたね、ジャストタイミングでしたね、はい、見失いませんでした。このままの体勢、アウトワン、歌舞伎がドッキリ発射、勝負がさらに大きく動いてきそうです。カウントワンでキックアウトした藤原、しかしこれ今、いや目の周りには霧がまとわりついている状態になっているかもしれません、はい、全部不覚になっているでしょうね、はい、ちょっと動き止まりましたね。そうですね、明らかに、あこれは防戦一方になっています。フロントチョークの体勢になるか、どうだどうだ、まだ首を左右に振る意識は今まだあるようですね、はい、ただ朦朧としてるかもしれませんね、はい、腕がぶらりとしたところ、汗で少し滑るようにはなりましたが、投げを見舞っています。そのままフォールの体勢に、あ、行くのかな、あ鈴木がたまらず駆けつけましたね、これ今これやられたら危ないですね、はい、トップロープからの攻撃はありません。ユタ逆に村上のパンチ、あさらに歌舞伎、鈴木の顔面、そしてタッチして、いや柴田さんこれは危ない、これは危ない、フライングボディープレス、返すことができません藤原義明。
勝負を決めたのはザ・グレート・ユタです。いやあれはたまりませんね。はい、親父がね独自で巧みなアシストしましたね。いや実質3対2の戦いを制しています、グレート・ユータ。